はいえー、今日はですね、えー、ビューレットカムの使い方を、えー、簡単にご紹介したいと思います、えー。ビューレットカムの使い方ですね。後ろに今見えているのがビューレットカムですね。ビューレットカムでもキャプチャーしている画面がずっと出ておりまして、えー、こういうのが出てますけど、えーえー、まずキャプチャー方法なんですけどね、あのー、見てみましょうか。えー、新規作成から、 はい、ちょっと画面消しますよ。はい。もう一回やります。はい。これがビューレットカム立ち上がったところですね。ここで一番左の、えー、新規作成をしまして、えー、はい、えー。名前、プロジェクトという名前ですね。えー、ビルダーもカムも、えー、名前、プロジェクトという名前で、えー、登録します、えーで。この名前なんですけど、できれば半角英数お使いください。 はい、次へと行きます。ここで、えー、範囲指定キャプチャー、ね、範囲を指定してキャプチャーするというやり方と、えー、ウィンドウ開いているウィンドウを選ぶやり方、もう書いてある通りですね。でよく全画面キャプチャーされる方いますけど、えー、できればですねあのデータというのは小さく、えー、見やすくするためにも、ウィンドウキャプチャー、範囲指定キャプチャーというのを使った方がいいと思いますね。はいあのまあ、ここで、まあ、ウィンドウキャプチャーと選びますと、はい セレクトツールをドラッグしてウィンドウを選ぶという仕組みになっています、えー、キャプチャーモードダイレクト X 初期設定でいいと思います、はいえー、ダイレクト X もです、ねあのーまあ、頻繁にバージョンアップとかしてますので、えー、バージョン OS 自体のです、ね、バージョンアップをしてみてください、はい、そして、えー、開始終了ボタン、えー、これキーボードのです、ね、アルトと S を押すことになっています あの変更ができます。例えばよくあるんですけど、Alt と S がアプリケーションですでにもう何かコマンドが設定されているときですね、えー、このキーはもう使われていますという表示が出てきます。そういうときはあ、慌てないで、この開始終了のキーをですね、えー、例えば Alt、Q とかですね、キーボードを押して変換してあげればいいと思います。はい で音声デバイスを確認して同時録音をするとサウンドの設定ですね。はい、てくださいで音声の,このサウンドの設定は今、こうやって聞こえてますけどサウンドドボードパソコンのサウンドボードに依存しますので設定をですね気をつけてくださいあの。ほぼ問題なく出せるんですけどパソコンによっては音声がデバイスがうまく認識されていないものとか あのパソコン固有の問題が結構あるときもありますので、えー、こう確認してください。はい、まあ、あのー、おすすめするのは最後にですね、音声フをアフ,アフターレコーディングと言います、アフレコと言いますけど、えー、入れていくのがいいと思います。同時録音するとですね、えー、どうしても言葉の詰まりとか、そういうものも全部入ってしまいますので、えー、まあ助長、助長的にですね、長くなったりもします。えー、編集した後に、短くした後にですね、 音声を入れていくのがいいくのではないかと思いますで1秒間のキャプチャー回数、えーえー、キャプチャー回数10、えー、1秒間に10フレームまで取れるんですが、えー、おすすめは6から5ぐらいですねあの。どうしても1枚1枚取っていくとデータが重くなります。重くなってもです、ね、あ,のあまり意味がありませんあの。パソコンの操作の場合ですね、ゆっくりマウスを動かすことを。 心がけけていただければ1秒間のキャャプチャー回数でで結構です、えー、思ったよりもです、ね、キャプチャー枚数少ないんですね10とかでもあのコマ落ちしちゃいますのでだったら最初から5ぐらいで、えー、スムーズにソフトが動くようにです、ね、キャプチャーされるといいと思いますね、はい、で、えー、完了を押すと、えー、キャプチャーを開始しますキャプ完了を押すと画面が、えー、出てきまして AltS、えー、あるいは開始終了ボタンを押して えー、パターンを始めます今回はですね、もう撮ったものありますので、こうキャンセルしますね、はい。撮ったものを見てみましょう。はい、これ何撮ったかというとですね、えー、ちょっと再生ボタンを押してみますと、はいえー、下のタイムラインが今動いているのが分かりますか。これ、まあ、マ落ちしているというのはこういうことですね。あのなだらかに動いているはずが、えー、なんですけど、えー、まあ、こういう形であの動画が見えています。 ではあの最初に戻りまして、えー、この画面ですね。えー、ビューレットカムでこうやってます、えー。タイムライン、このラインをちょっと触ってみます。はい、そうすると、えー、ここに赤いラインが出てきましたこれマウスの動きですねで。タイムラインの上のこのバーをドラッグして動かすと、マウスのラインが動きますね。はい、でこの通りですね。 吹き出しを入れています、はい、で吹き出し,吹き出しをちょっと入れてみたいと思いますけど、えー、上がマウス、下がイメージですね。吹き出しは、えー、左側ですね。この吹き出しのマークですね。はい、で吹き出し入ります、えー。文字を入力します。 はい、クリックしますとありますね。はい、でサイズを、えー、文字を選んでサイズを変更と OK と、はい。あとは、ク、えー、クリックそのままドラッグして、はい持っていきますね、はい。で、矢印の位置を変更してあげると。 カム2になりまして、こういう吹き出しのデザインが、えー、結構選べるようになっています、えー。吹き出し選んでどんなデザインあるかというと、いろいろありますね、えー。ちょっと変えてみましょうか、はい。色の変え方はこちらのバケツマークで、えー、黄色くしました。 もう一回バケツマークを押しまして、このカスタ、えっ、ー、と上のですね、この黄色のバーを、えー、ドラッグすると、あドラッグしても、あまり効果なかったですね、えー。普通のテキストですと、ドラッグすると透明になったりもします。 ククリックしますとなりますすとり基本的に文字をいくら入れても1秒間ですね、表示するんですね。はい、これですと、えー、マウスが動く前に、えー、動くわけですけど、もうちょっと長く表示させたいなというときは、この今選んだ、えー、カラフルメモをドラッグして伸ばして。 では位置をドラッグして動かすと。というそうですね。一回見てみましょう。はい。こんな感じですね。えー、これで一個一個、あのー、メモを入れていくわけですね。はい。はいまあ、これをずっと続けていくわけなんですけど、ビューレットカムの、そうですね。あのー 特徴としましては吐き出しがフラッシュ形式になりますのでデータ自体の制限というのが長さの制限というのがありますデータのあまり長時間の録画には適しておりませんフラッシュファイルの吐き出す際には長くても10分から20分ぐらいという大きさが好ましいと思われます よく、あのー、画面をずっと録画したいというご要望がありますけど今でしたらですね、こちらのカメラを設置して、ね、ビデオカメラを設置してそのまま三脚立てて、えー、ちょっと録画して、えーまあ、MPEG とかですね、MP3 とかに保存しておいてそれは サーバに入れた方が、えー、より効果的だと思いますなぜなら、あまり重いデータが出力できないということ、それからビューレットカムの特徴として、このトラックですね、が非常にあの長いんですねで。長ければ長いほどですね、編集が大変な作業になります。えー、小出しで作って、小出しで配信するですね、ビューレットカムは、えー、動画のコミュニケーションツールとしてお使いいただければと思います。